どうも、うさんです。皆様、おはようございます。今回ですね、スカーレットネクサスの8話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、施設からの脱出というところで、ユイトたちがですね、なぎと、 再でできたもののですねナギ、まあ、を見捨ててこう旧海抜軍病院を脱出するということになってました <laughs> まあユイではですね、まあ、こうなを見捨てていくっていうことに関してねまあ嫌だと言っていたわけなんですがまあその状況においてはですね、まあ、こうルカが、まあ、ルカの判断はですね正しかったんじゃないかなっていうふうには思うところですね。 まあ、何せね、隊長であるユイトが冷静じゃないっていう時点でですね、まあこう、タイとしては、まあ本来の力を出,す出せないというかね、まあ、なかなかこう、まあ、指揮もね、できない隊長っていうのはなかなかまずいですからね、そう。まあ、隊長に関しては常に冷静でいておいてもらわないとっていうところがあったりするんで、まあ、こう、ルカがですね、まあ、こう、脱出を優先させるっていうところに関しては,は、よかったのかなっていうふうに思ったよと。 いう話で、まだね、こう、唯人たちを逃がした後で、なぎが大量の怪異相手にですね、大検討していたわけなんですが、まあ、一人でですね、あれだけの怪異を倒せるようになっているっていうことを考えるとですね、まあ、こう、能力が明らかにこう、まあ、なぎのね、なぎの能力が明らかに強くなっているなっていうのが、まあ、こう、わかるところというか、伝わってくるところではありました。とはいえですね、 まあ、会議によって倒されてしまった後ですね、こう、が再び実験台にされてしまっていたわけなんですが、まあね、とはいえ、こう、が、まあこう、まあね、助かることをですね、祈るばかりという話ですね。まあ正直ね、まあ、こう、祈るばかりでなんとも言えないっていうところが、ちょっとね、こう、まあ辛いところではあるなあという話ですね。まあそういうところで、一つ目の感想である、施設からの脱出と、 いうところ、終わっておきます。で、次、二つ目ですね。国の秘密というところで、シェルターに逃げ込んだユイトたちはですね、まあ、こう、フブキとルカからですね、まあ、国の秘密についての話を聞かされていたわけなんですが、まあ、少しずつですね、真相に近づいてきているな、っていうことをね、感じたりしました。まあ、中でもですね、国が主導している まあ、より強い能力を生み出すっていう研究の中でですね、まあ、こう生物を怪異にするっていう、まあ、副産物ですね。まあ、それが生まれたんだっていうところがですね、まあ、結構驚かされたなっていうところですね。そう。まあ、でもなかなかね、こう、まあ本当に生物であればっていうところだから、まあ脳があれば多分 OK なのかなっていう感じですよね。またね、こう、まあ、 フブキの婚約者であるアリスという人物もですね、まあ事故によって会異になってしまったっていう話もですね、まあこうマジかっていう感じの話ではありました。そう、結構ショックですよね。フブキからすれば婚約者が会議になったっていう話は結構えぐいんじゃないかなっていう話ですよね。まあしかもね、そのアリスがですね、まあ実は花火のおばであったっていう話もですね、 まあ結構びっくりした話ではありました。まあ、なかなかね、そういうところが結構残酷だったわけなんですが、まあ、正直ね、思っていた以上に会議にされている人が多そうな感じがしたんですが、まあね、もしこう会議になった人たちがですね、まあこう全員助かることをですね、まあ助かるのであれば助かることを祈るばかりという話ですね。本当に助かってほしいですからね。そう。まあね、そういうところで、 二つ目の感想である国の秘密というところ終わっておきます。で、次ですね、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、三つ目の感想はですね、姉との再会というところで、重ねがですね、特異生命研究施設でですね、まあ、こう会議になってしまったナオミと、まあ、こう話ができていたわけなんですが、アンプルがですね、 まあこう実は、その場しのぎのアイテムだったっていうのはですね、まあ結構驚かされたなっていう話ですね。そう。なんかね、そういうことを思わされたわけなんですが、まあとはいえですね、そのアンプルの材料になっているのが一体何なのかっていうところですね。まあそれをカレンがカレン、カレンがですね、まあ語るというところで、まあこう終わってしまったという話だったんで、まあ結局分からずじまいと、 いうところになってました。まあ一体ね、アンプルが何でできているのかっていうところですね。まあそれが、まあこう気になるところではあるという話ですね。そう。まあでもね、今回で重ねが直ミとね、無事に再会して話までできたっていうのはですね、本当に良かったなあっていうことをね、思ったりしました。またね、こう重ねの行動に対してですね、 まあこう、嵐だけじゃなくですね、ロウや自然、強化といったね、メンバーもついてきてくれているっていうのはですね、まあすごい優しいなっていうことをね、感じたところではありますね。そう。まあね、なんだかんだこう、チーム、チームな同じね、こう、チームのメンバーだからって言ってついてきてくれる4人にはね、やっぱりこう、重ねにとってはね、いい仲間を持ったなぁとしか言いようがない話ですよね。そう。なんかそういうところ、優しくていいなっていうふうに思ったと。 いう話で、三つ目の感想である、姉との再会というところ、終わっておきます。で、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、ゆいとが海抜群病院で、なぎと再会してですね、まあ、こう、重ねはですね、特異生命研究施設で、なおみと再会するという、まあ、実に再会ラッシュの話だったわけなんですが、 なおみも助かることを祈るばかりという話ですね。うん。またね、こうカレンがアンプルの材料がですね、何なのかっていう何だと言ったのかっていう話もね、気になるところではあるんですが、ユイとの元にですね、アンプルが送られてきたっていうのもですね、気になる話ではあるというところで、とりあえずね、ユイトの方と重ねの方とで、 それぞれどんな話がね、展開していくのかなっていうところですね。それが今から楽しみすぎるという話で、まあ、次回の話もですね、今から楽しみですというところで、今回のスカーレットネクサスの8話の感想ですね、こちら終わっておきます。で、えー、今までにもですね、1話から7話の感想をですね、それぞれ それぞれですね、過去の放送で語ってきてるんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はですね、他にも3本更新しておりまして、迷宮ブラックカンパニーの第6話の感想と、魔法科高校の優等生の7話の感想、そしてですね、白い砂のアクアトープの7話の感想ですね、この3本更新してますんで、よかったらね、 こっちの3本もよかったら聞いてみてくださいという話と明日ですね明日は4本更新するんですが「出会って5秒でバトル」の第6話の感想と「サニーボーイ」の第6話の感想そしてですね「探偵はもう死んでいる」の7話の感想と「日暮らしの泣く頃に卒」の8話の感想ですねこの4本更新しますんで明日もですねラジオの方よかったら聞きに来てください というわけで本日4本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。